皆さんこんにちは、料理研究家の浜田美里です。今日はですね、ホームベーカリーを使ってできるデニッシュ風のパンをご紹介します。写真をご覧になると分かる通り、このパンはバターがたっぷり入るのでとっても香ばしく焼き上がります。外側はパリッサクッとしたこう儚い感じのパイのような軽さがありますし、中はふんわりしっとりしてバターの旨味たっぷりなんですね。本来デニッシュ風のパンというのは生地でバターをこう折り込んでいく必要があるんですけれども、今日はちょっと裏技でホームベーカリーだけで作っていく方法をご紹介します。バターを入れるタイミングなどいくつか大切なポイントがありますので、ぜひ最後までご覧ください。レシピはこちら、ホームベーカリーだから美味しい黄金の配合率で作る焼きたてパン、40ページからです。それでは作ります。材料はこちらになります。番組の最後に細かい分量を載せておきます。このパンはこれまでご紹介した中で一番バターの量が多いと思うんですが、ポイントはですね、バターを2回に分けて入れることなんですね。ですので先入れのバターと後入れのバターを分けておきます。そして今日のバターは必ず無塩バターを使ってください。小麦粉は強力粉に少し薄力粉を入れます。薄力粉が入ることでパンが軽く仕上がります。それでは後入れのバターの準備をしていきます。後入れの方のバターだけ1センチ角に切って冷凍庫でしっかり冷やしておきます。ホームベーカリーのパンケースに羽をセットしたら、まずは水分から入れていきます。水、卵、砂糖、塩、強力粉、薄力粉、スキムミルクにインスタントドライイースト、最初に入れる方のバターをここで投入します。まずはこれをホームベーカリーにセットして、ドライイースト食パンコース、そしてレーズンあり具材投入ありというところがあればそこを押してスイッチオンです。それでは後入れのバターを投入するタイミングについて解説します。だいたいどのホームベーカリーも食パンコースはこんな風にこね、寝かし、こねというのが最初にあります。最初にこねでガタンガタンガタンと回って、ちょっと寝かしの時間があって、またこねで回り始めるという感じですね。機種によって一番最初のこねの最後、寝かしが始まるところでイースト投入が行われるものがあります。そして次のこねの最後あたりにミックスコールとか具材投入とか、メーカーによって名前は違うんですけれども、要するにナッツとかレーズンとかそういった具材を入れるタイミングがあるんですね。そこでこの冷やしておいたバターを加えます。あとはもう一度機械が軽くこねて発酵焼きというふうに次の工程に進んでくれますので、ホームベーカリーに任せてしまって大丈夫です。はい、焼き上がりました。こんな感じで香ばしく焼き上がります。今とってもバターのいい香りがしております。焼き上がったらすぐに取り出してパンケースからも出すようにしてください。この表面のところがちょっと層になっているのが分かりますか？冷やしておいたバターとパン生地が完全には練り込まれないので、サクサクっとした層になって仕上がるわけです。表面ににじみ出たバターのおかげでこんな風にこんがり香ばしく焼き上がります。手で裂いてみるとこんな感じです。中はふんわり、食べ始めると止まらないのでお気をつけください。いかがでしたか？この番組ではお料理やおもてなしが楽しくなるようなアイデアを今後もご紹介してまいります。よろしければぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さようなら。